人頭税積人頭税積は沖縄県宮古島平良座に川鳥にある高さ143センチメートルほどの石中。他に不足石などの呼び方がある。なお、史跡などの文化財の指定は受けていない。1609年の琉球振興により琉球王国は薩摩藩に支配され重税を課されることとなった。財政的に困窮した琉球王府は 1637年に、先島地方などへ厳しい人頭税を課した。人頭税の対象は15歳から50歳までと、されたが、戸籍が整っていなかった宮古島では、人頭税籍と同じ背の高さになると適例に、達したとみなされて課税されたと伝えられている。この伝承は、大正時代に宮古島を訪れた民族学者、柳田国夫が、著書、 海南正規に書き記したことから全国に広まり、有名になった。しかし、人頭税積を基準に課税されたことを歴史的事実と裏付ける記録はなく、このような伝承は人頭税による労苦を象徴的に示すものとして生まれ、語り継がれてきたのではないかと言われている。実際には、先島では、 人頭税課税の前年の1636年には、その準備のためとも言われる都口調査が行われており、宮古島では1714年頃から、正確な戸籍があったため、人頭税の対象を年齢で定めることが、可能であった。同じく人頭税が課された石垣島にある、石垣市立八重山博物館館長の黒島、ため市は、身長によって税を課せば、人々は、 体の成長を阻害しようと試み、労働力の低下を招くから、そのような税制はあり得ないと論じている。生命意この石が、何のための石であったかについては、人頭税の課税の目安であるという説の他にも、いくつかの説が唱えられている。その中には、かつて蔵元の中庭にあり、霊石信仰の対象であったとする説や、非意思、図根点とする説などがある。 石垣島にも生命石と呼ばれる、同様の形状の石がいくつか残っているが、課税の目安であるとの伝承はなく、農作業のための天体観測の基準点であるなどと伝えられている。前質の黒島は人頭税石は低い石を伴っており、かつては海辺近くにあったことから、航海のための天体観測に用いられたのではないかと推測している。なお、 宮古島南部の七又にも鬼の絹、神の絹と呼ばれる皇帝一帯の立尺があり、黒島は石の高さや間隔などが共通することから、人頭税石同様に天体観測のためのものと推定している。この石が現在立っているのは、かつて宮川にのうぷゆまたと呼ばれ、二河鳥地区の人々が多く集まり、放年祈願や雨乞いのクイチャーが行われた場所であった。かつては、 現一より約2.8から3メートル西にあったという。現在、人道税と呼ばれている税制は、施行されていた当時は、当県と呼ばれていた。その納税は、穀物、または単物にて行われており、村の収穫量、身分、性別、年齢によって、税の細かい等級が決められていた。当初は各人に等級に応じた税が課される、人道税であったが、 人口の増減によって税収が変動するため、1659年には人頭税に代わって、毎年の島全体のコースを一定とし、それを等級を応じて各人に配分する分、頭税が採用された。ただし、人頭税は、古琉球時代から琉球全域で付加されており、先島地方には琉球王朝の直接的な支配が及ぶにつれてこの、 税制が持ち込まれたとする説もある。なお、琉球王国は、沖縄本島においては、公有地を年ごとに工作者を割り当てる自割制を採用していたが、工作等の状況が異なる先島地方では、本島と同様の自割制を取ることができなかった。また、当県を人頭税と呼ぶようになったのは明治に入ってからであるが、この表現は適切ではなく、当県は、 人頭税ではないとする説もある。この税制は、琉球処分が行われた後も、琉球氏族への懐中策として古い制度を尊重するという明治政府の方針の下で続いたが、1893年頃に廃止運動が起こり、その指導者である中村十作、平誠牛ほか4人の農民代表が宮古島から東京に上り、帝国議会に陳情を行った。 それらの運動の結果、1637年から続いた人道税制度は1903年に廃止された。ありがとうございます。